その野木さんが言ってた30年っていうのは前にのいい後ろ1の話だったと思いますけどね。なんだ3じゃないのかとか、まあ、そちらにおじいさんがお住まいの方が八幡さんで走らせてますけど、 あちらのご出身の方のように、目時さんって、目時って名字自体がもうあれですよね。